ちょっとばかりハンサムになってしまったが、間違いなく僕さ。何気に第二の諸君も合流しているようだね。これを一本取られましたな。ああ、完膚なきまでにな。リン君も久しぶりだ。お互い少々様変わりしたね。無論かっこいい方向にだが。オリバルト殿下、よくぞよくぞご無事で。でも一体どうして。そうよ、心配かけてくれちゃって。リベールにいた私たちがどれだけショックだったと思ってるの。いや申し訳ない。これには海よりも深い事情があってね。しかし二人とも久しぶりだ。エレボニアに来てくれてありがとう。お互い様でしょう。しかしシェラさんが行方不明だったのはこのことが理由だったんですね。ええ、ひょんなことでこいつの生存を知っちゃってね。一切の情報が漏れないようにするため連絡を絶たせてもらったの。カレージャス2のこともあったしね。そうだったんだ。ってごめんリン君、割り込んで。いやいや、でも本当にご無事で何よりです。ミハイル少佐も驚きですが、ミュラー中佐はご無沙汰しています。すぐに会えるというのはこのことを指していたわけだ。久しぶりだシュワルツァー君。クルトが世話になっているようだな。挨拶が遅れてすまない。兄上、よくぞご無事で。ダイナラが解体させられたと聞いてどうしているものかと。久しいなクルト、見ないうちにたくましくなったようだ。だが休暇を助するのは少しばかり後回しにするとしよう。ああ。ああ。無事でよかった。本当に。ですが大地の竜は動き始め、小賢しい千の影楼も走り始めた。今さらそのような勘を持ち出して何をしようというのです、兄上。もしや千の影楼に参加されるおつもりですか。いや、そちらはミュゼ君やシノー方、カシウスさんに任せるつもりだ。僕たちがこのタイミングで現れた理由、それは第三の道のための翼を提供することに他ならない。
大地の竜に千の影楼、避けられぬ巨大な二つの流れ、その狭間にあっても諦めず希望の光を見出さんとする人々。リーン君たちにロイド君たち、そしてエステル君たち、彼らを助けようとする決して少なくない人々の存在、それとは全く別に大陸各地で心ある人たちも動き始めている。それらの人々をつなぐ翼に僕たちはなると心に決めた。帝国の呪いを乗り越えるため、何よりも手をつなぎ合おうとする人々にお互いの光を届けるために。故に僕たちは名乗ろう。内戦時に名乗った赤き翼でもなく、西部で名乗った自由への風でもなく、光まとう翼という第三の名前を。殿下、光まとう翼ですか。素敵な名前ね。一瞬にして全部持っていきやがったな。さすがは我が永遠のライバル。やれやれ、揃いも揃って見誤ってたみたいだな。茶番はここまでです。結社に知性の皆さん、殲滅の再会を。殿下、ふざけんじゃないわよ。まあ別にいいけど。熱気に冷水を浴びせるのも嫌いじゃありませんわね。さすがに抑えきれないか。ベータも高速飛行モードに移行。くっ、やってくれたじゃないか。もはや問答は無用。本気のようだな。無事戻ってきたのに、どうしてそんなことを。だからさ、アルフィン、兄上が生きていたのは嬉しい。だがそれは弱さなんだ。世界を終わらせて新たな秩序を作る、その偉業の前に弱さは敵だ。オズボーン閣下に任された身として僕は断固たる決断を。まあ今回はここまでで良いでしょう。え、この声は。やれやれ、お出ましのようだね。
教官まで。このような形で失礼。デートより映像を送らせてもらっている。首脳方にはご無沙汰しています。大統領閣下、大公閣下に応対所殿下も。まさかあなたとこの場で挨拶できるとはな。ご無沙汰している。こんな形で再会したくなかったが。突然の訪問お許しください。なに、その空域は緩衝地帯、帝国政府の許可は必要ありません。カシウス・ブライト中将、貴公とも久しぶりだな。3年前閣下がリベールを電撃訪問されて以来ですな。何やらリベールの五大都市で熱心に動かれているようですが。何、 R&A リサーチなる帰国の民間団体には及ぶまい。これって帝国軍情報局の。リシャール大佐たちも必死に対抗しているみたいだな。特務支援課の諸君も久しぶりだ。さぞうちのルーファスが迷惑をかけているのではないかな。なるべく良い関係を築きたいとは思っていますがね。どの口がですね。ご無沙汰しています、閣下。2年前のオルキスタワーでのお話を今更ながら思い返しているところですよ。激動の時代における覚悟の話か。懐かしいものだ。そしてお久しぶりです、王子殿下。あなたの器を計り損ねていた不明、何とお詫びしてよいものやら。おそらく工場方も同じ思いでしょう。はい、所詮は小娘の浅知恵でした。世辞は無用だ。最初ことここに至って大きな二つの流れは止められまい。だが宣言した通り、僕たちは最後まで翼となろう。リーン君やロイド君、エステル君たち、最後まで諦めずに光を見出そうとする若者たちのために。殿下、心強いです。カッコつけすぎでしょ。結構、最後まであがくとよろしい。6日後、第一の竜が動き出すまで。何？作戦の共同立案者としてこの場で宣言させていただきます。ヨルムンガンド作戦が9月1日の正午に発令すること。X デイ、開戦日か。それに先駆けて興味深い兆しも現れるでしょう。黄昏、世界の終焉にふさわしい、大陸全土の人間にも焼き付くような。それと同時に7の総国についても本格的に始めてもらうつもりだ。両兵をルトガー・クラウゼル殿。王よ、
そして結社第7中鋼の聖女ダリアン・ロード殿。ええ、依存はありません。なぜ殿下たちがあの状況で無事だったのか、個人的には非常に興味深いが、今は置いておきましょう。やっぱり。ああ、それと怪盗殿が何やら関わっていそうだが。それと多少関わるのだが、改めて紹介させていただこう。間接的ではあるが、総国を盛り上げていただく方々を。政府からの非公式な依頼に応じ、少々協力させてもらうことになったわ。マリアベルさん、例の装置ですが、博士の協力で調整は完了しています。感謝しますわ、イリーナ会長、シュミット博士も。ふん、例には及ばん。私は私の目的のため動くだけのこと。何を企んでるの、ベル。そしてもう一人、我々にも完全に想定外だったが、総国を盛り上げていただく最高の人材を紹介させてもらおう。へえ、あれ、そういえば豪炎のお兄さんはどうしてるわけ？ああ、こっちにいるぜ。タイムリミットも決まって最高に盛り上がってきたじゃねえか。そこにさらなる朗報だ。ほら、あんたの出番だぜ。まさか。試作閣下、まさかそのような状況に。左腕を失ったばかりでどこに消えたかと思えば。左腕を父上、まさか光の検証すら空物にしてしまうとは。いや、正確には傀儡ではないな。我が名はビクター・アルゼイド。己を失っているわけではない。カシウス卿、ご無沙汰している。このような姿での再会、心苦しい限りだ。何の、こちらこそご無沙汰しています。どうやら呪いとやらの強制力に選ばれてしまったようですな。わかんのかよ、おっさん。ああ、3年前にリベールで似たようなことがあったからな。そうか、影の国。人格をコピーされた存在が自我を保ったまま立ち塞がったわね。あれと同じなのかよ。いいえ、あれは宝石の世界。帝国の呪いははるかに巨大なんでしょう。うん、強制力だっけ。それがおじさんの行動を決めている。帝国で一番強い剣士として総国っていうのを盛り上げるために。ええ、
全ては大いなる一を最高の状況で生み出すためでしょう。そういうからくりか。まるで呪いそのものに明確な意志があるような。父上、最高の剣士としての力が仇となってしまうなんてね。そんな顔をするでない。これも巡り合わせであろう。おそらく総国の前の露払いとして相まみえることになる。リー、ラオラ、それ以外の者も全力で挑んでくるのよかろう。じゃあな、楽しみにしてるぜ。さて、そんじゃ俺たちも行かせてもらうかね。聖女さん、次は戦場だな。ええ、楽しみにしています。アイネス、エンネア、戻って陣を構築しますよ。はっ。かしこまりました。はは、忙しくなりそうやな。これも最後の戦場。血湧き肉躍るというものだ。冗談ではありません。この場は何も終わっていない。任務を放棄するつもりですか。んなこと言われてもな。殿下、そのくらいになさい。こたび殿下に一任されたのはあくまでも挨拶だったはず。これではあまりに独断専行が過ぎるでしょう。筆頭としてこれ以上は見過ごせませんよ。殿下。まあそのぐらいでよかろう。殿下には大切な役割もある。帝都にお戻りになるといいでしょう。わかりました。三少、ゼノにレオン。マスター、さすがの坊ちゃんもちょっとは答えたかな。相当盛り上がったし、こちらとしては楽しめたけどね。それでは皆さん、私たちも失礼しましょう。承知しました。最後の悪あがき楽しみにさせていただきますわ。失礼いたします。ちょ、待ってくれたまえ。第06両兵連隊撤収、とっとと引き上げるぞ。ベル、どこまであなたは。シャロン、母様も。勝負はお預けか。そんじゃ俺たちも失礼するぜ。ジョルジュ君、また何も言わずに行くつもりかい。心配せずとも
すぐに決着をつけることになるだろう。今度ばかりは一切の慈悲を期待しないでほしい。説得力ねえけどな。ジョルジュ、いや、ゲオルグ君、一応は礼を言わせてもらおう。不要です。それでは。やれやれ、つくづく向いてないっつうか。それはてめえもだろ。ええ、本当にそうね。ただ、怖い奴らが集まってたんだっけな。誰が怖いですか、先輩。お久しぶりですね。通商会議以来でしょうか。レクター、今さらどうこう言わないわ。ただ一つだけ約束してちょうだい。たとえどんな結果になったとしても必ず同窓会をやるって。レオ先輩も同じ意見です。それにジル、ハンス君も。ったく、揃いも揃って諦めが悪すぎるっつうが。まあいいぜ、約束するだけならタダだしな。だからルーシー、クローゼ、せいぜい生き延びろよ。ええ、もちろん先輩も。目の覚める一発お見舞いするから、首を洗って待っていなさい。最後の挨拶の機会を与えられたのは頂上だったな。それでは方々、残りわずかな日々、互いに微力を尽くすとしましょう。リーン、しかと決めるがいい。呪いに従うか、抗うか、逃げるか。あくまで絶望の深淵を見通すべくあがき続ける顔な。ああ、これが最後の開口となるかもしれないが、次の機会があれば必ずや俺自身の道を示させてもらう。やれやれ、閣下も水郷と言うべきか。それでは方々、良き週末を。首脳閣位はどうかお気をつけてお帰りください。帝国軍並びに結社その他、一切の干渉がないことを保証します。これが最後。陛下へのお見舞いなどもご随意に。それとロイド君、君の手配は一旦取り下げておいた。せめて近しい人たちと最後の挨拶でもするといい。それは鳥かごの一件のお詫びと受け取ってくれてもいい。ミシュラムから軍も引き上げるので、改めて楽しんできたらどうかね。ご配慮感謝します。一発殴りたくて仕方ありませんが。さすがに間には受けられないから、
我々はこれで失礼させてもらうよ。最小殿の言葉ではないが、それぞれ悔いなく動くとしよう。私は何とか陛下をお見舞いしてから帰国するつもりだ。それでは失礼する。皇女殿下、将軍閣下にアルフィン殿下もお疲れ様でした。リーンさん、ロイドさんたちもどうか女神のご加護を。それとオリバルト殿下、ご無事でいてくれて嬉しいです。ありがとう。カシウスさんも道は違えたが、またジンさんと一緒に飲みましょう。そうだな。エステル、ヨシュア、レン、シェラザードにアガット、ティータもまたな。うん、賛成はできないけど父さんも頑張って。せいぜい各国の軍のお偉いさんに負けんなよ。こちらは任せてください。サラさんたちとも連携しますから。結社は別方面でも動いている。どうか父さんも気をつけて。まあ何か分かったら連絡するわ。お気をつけて、カシウスさん、クローゼさんも。はあ、なんかものすごく濃かったような。戦闘も激しかったですが、別の意味でも消耗しましたね。ああ、何せ大陸諸国の世界の命運が交差したんだからな。しかしこれでいよいよ最終段階ってやつか。ええ、その通りでしょう。ミューゼ、あんた元の衣装に戻ったんですね。運よくというべきか、この場を乗り越えてしまいましたし。まったくこの子は。ええ、さすがに見過ごせないわ。お、ああ同感だ。ったく、とんでもねえことをやろうとしてたみてえだな。言っておくが、ブリッジでのやりとりは聞こえていたからな。担任教官としてのお小言があるから覚悟しておいてくれ。はい。ミューゼさんが素直に。熱でもあんのか。さすがにちょっとやりすぎちゃったというか。我らもあまりに頼りすぎていた嫌いはあるな。それも若さゆえだろう。お兄様、ご無事で何よりです、殿下。ああ、多くの人たちの助けでね。そしてようやくこの最終局面で君たちに翼を届けられた。ありがとうございます、殿下。それからお帰りなさい。ああ、ただいま。それではみんな、エステル君にロイド君たちも一旦乗ってくれたまえ。アルセイユ型3番艦、高速巡洋艦カレイジャス2に。
ランクアップだね。皇位様からの賜り物だよ。この調子で頑張って。